皆さんこんにちは、リュウナとタラミンでーす。今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けましょう。今日仕掛けるドッキリなんですけども、はい、先日僕が会社を退社するドッキリってのやったじゃないですか。やりました。あのドッキリの時、海賊になるって結構ふざけてたじゃないですか。ふざけてましたね。今回、ガチガチのガチでそういうドッキリしたの。うーわ、怖っ。やるんですか。しかも、僕だけじゃない、ハラミンさんも一緒に。私も一緒に、僕ら今ドッキリ仕掛けてるコンビが辞めますと言ったら、村井さんはどんな印象するか。うーわ、怖っ。それ辞めるっていう、だからどういう理由で辞めるっていうんですか。それ辞める理由、僕らはやりたいことができた。クレープ屋さん。違う違う。アップバンクストアの店員です。いや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 、正確に言うと辞めてねえじゃねえか。なんでアップバンクストアの店員かというとですね、はい、今アップバンクが運営しているアップバンクストア、関東、大阪、福岡とか、はい、いろんなところに店舗があります、はい、そこで一緒に働いてくれるアルバイトスタッフを募集中なんですよ。お、募集中です。そうなんです、うんうんうん、アップバンクストアといったら、まあ、うちがね作ってるアンチグレーフィルムとかもそうだし、いろんなスマホグッズを売ってるショップでございます、はい、まあ、僕らもストアでイベントとかしてますし、しげしげ、ガース、クラッシュなんかはもともとストアの店員さんだったんですよ。そうですよ。そうなんです。フィルム貼ってましたからね。そうそうそう、皆さんね、そこから何やかんやって、今一緒に動画作ってたりします。そうですよ、ね、まあ、アップバンクグループの一員というわけです。ありがたいことに動画のコメント欄で最近そのこの会社で働きたいとか、アップバンクで働いてみたいって声もすごく多いので、この機会にぜひアップバンクストアでね一緒に働きましょう。働こう。概要欄のリンクにフォームが入ってます。気になった方はね、ぜひそちらからご応募ください。よろしくお願いします。お願いします。関東、大阪、博多募集しております。やった。しかもかなり特別なんですけど、この動画の告知以降に応募いただいた応募者の方は、はい、二次面接でなんとマックス村井が面接します。嘘か。いや本当に村井さんが面接してくれると。そう。そんなんないっすよ。それらしいっすよ、うん、ないないない。すごいレアな機会なので、はい、ぜひそちらを含めてよろしくお願いします。お願いします。なので、うん、僕らは今からドッキリとして、うん、ストアスタッフに僕らなりますよということを言ったら、はい、どうなるのか。どうなるのか。この時に手順なんですけども、はい、村井さんを会議室に呼び出します。ここじゃないです。会議室と、会議室と言いました、はい、しかもカレンダーで相談って入れました。うわ、村井さんの、はい、いつもは撮影とかで押さえてるんですよ、はいはい、撮影と、はいはい、相談って入れたんですよ、俺と二人で。そこで僕ら呼び出されるじゃないですか、うん、で、最初はスタッフになりたいって言いません、うん、そんなことあるわけないだろみたいな、しょっぱな言っちゃうとね、うんうん、本当に最後の最後のお家で言います、はいはい、やめたいと思いますみたいなこと言ってると。そうそうそう。言い方さえうまくやれば焦るんじゃないかな。じゃあシミュレーションしてみましょう。はい、うん、どうした、ハラミさんも話したんだ。相談、実は僕ら2人でなんだアップバンクやめようと思ってるんです。なんでだ。僕ら、やりたいことができたんです。やりたいこと、グループで頑張りたいんです。グループ何やるんだよ。グループで、うん、みんなに笑顔を届ける仕事です。そんな簡単に言うけど、リオナリンやっぱできないじゃん。アップバンク必要だ。いや、まあ、すいません。いや、ちょっとリオナリン、リオナリン、仕事だよ。ハラミそこやめてしまった。どうなるんだこれは。やばいぞ。いや無理だったこれ。ブワーには持っていないって。俺もなんとかブワーに行こうと。ブこっからブワーってなったら村井さん頭おかしい人だから。俺無理だと思って。おそらくこんな感じになると思います。はい。というわけでドッキリ仕掛けていきましょう。さあ行くぞ。どっから話せばいいのやら。ちょっといろいろ思うことがありまして、ちょっと二人で話し合ったんですよ。マックス村井チャンネルが今こういい方向に行ってるじゃないですか。って中で、まあ、大変非常に恐縮な話なんですけど、二人でグループで頑張んないと。まあ、担当直入に言うと、辞めたいと、辞めたいと話です。アップバンク辞めて、その2人で一緒にやんねえかっていう。やっぱ会社でやってることなんで、言ってそのキンキンにいきなりみたいなのはきついじゃないですか。ってのは、まあ、僕らも分かってるんですよ、うん、僕らがそういう仕事をやってみたいっていうのはマジなんで、それは本当で、
これマジで吹っ切りじゃなくて、その気持ちは本当で今よりもそのより近い距離で映画をさせたいというか、よりやっぱ、ちょっと今遠いじゃないですか。もうちょっと近めに。よりだから今よりもやっぱり近い距離でありたい、うんうん、今より近いって例えばだいぶ近く、まあ、なんか視聴者さんとの距離感とか、うんうん、まあ、心の問題、物理じゃなくて、まあ、心の問題もあります、うん、物理もあるし、うん、物理も心もあるし、どっちもある、うん、心かな、元気ね、元気ね、元気ね、今よりももっと、そう、うん、まあ大事、はい、そんな遠くは行かないですよね、す何かあればもうアップバンクのこと全力でサポートするし、その前提で仮にこんな感じのプランはみたいな組んでみようか、プランプランプラン、はい、プラン、はい、はい、まあ根本的には別にね、奥の手とかに土地を買って農業とか始めたいみたいな、まあ結論から言うと僕らが辞めてしまったらチャンネルがなくなってしまう、まあそうでしょうね、直近マックス村チャンネルはなくなるんじゃないですか、残念ながらなくなってしまうと思いますね、残念ですね、残念だ、でも僕らはみんなに笑顔を届ける仕事をするんだ、うん、素敵なものを皆さんに届けて、うん、より良い暮らし、暮らし、より良い生活を送ってもらう、うん、You are my friend、 僕らはアップバンクストアでアルバイトします、アルバイトします、冒頭でも言ったんですけども、ただいま、関東、大阪、博多で、アルバイトスタッフ募集しております、募集してます、お願いします、概要欄のリンクから応募できます、はい、はい、なんと二次面接はマックス村井が面談します、はい、大阪、福岡に行きます、そうです、はい、僕たち面接に伴いですね、村井さん大阪と博多に行くんですけども、僕らも面接には行かないんですけども、大阪、博多に行きます、はい、そうです、なんと博多ではイベントを行います、おー、はい、今テロップ出てるんですけど、こちらの日程でイベントをやります、はい、はい、あ、お店で何かご購入していただいたら、僕らがサイン、写真撮影などするて、うん、はい、お越しください、ぜひお越しください、よろしくお願いします、はい、お願いします、それでは最後ご視聴ありがとうございました。この動画良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。マックス村井チャンネルまだまだやめへんでー、でもアルバイト募集してるでー、アップバンクで一緒に働こう、バイバーイ。途中でなんで笑ったんすか、マジで。いや、あんなさ、もう無理じゃん。マジでびっくりした、今ちょっと。いや、もう見た顔。見たか？いや、見ました。笑ってんだよ。